りますよ、ここね。ボート二人乗りなんですよね。奥にも二つあるけど、相当散らかしてますね。じゃあ、わかりました。星川がこのボート乗るから、はい、かなえさん、あれのどっちかね。後ろで剣構えてます。逆らったら。怖逆らったら何するかわかんねえぞ。いやマジ。先輩としてどうかと思う、ママは。あ、豚が死んでますよ。いや、生きてたね、どう考えても。なんでこれが死体に見えたんすか。いや違う違う、なんでそんな犯罪思考なの今日。 いつもそんな感じだった。そんな感じ。どうします。はい、シャープ2からグランドセフトオートに変えましょうか。いやマイクラだから楽しいです。え、野生の肉がいっぱいある。違う、牛とか豚って言いましょうね、可愛く。せっかくなのでまだ生きてるから、まだ肉じゃないからね。じゃあ待って、これかなえさんに問題出そう。え、これ、これ後ろから見て、うん、まあこんな感じじゃないですか。これ、うん、何だと思いますか。羊。これ星川。いや、わかんないわかんないわかんない。ゴリラだと思ってた。まあゴリラも四足っぽいけどね、動きはね。あー面白い。動きはまあ確かに見えなくもないけど、言われたら。